香林坊台まで始まった恒例の全国うまいもの大会。会場には北は北海道、南は九州まで43の店が軒を連ね、このうち5つは北陸初出店です。全国のうまいものを買い求めて、こっちもこっちも、そしてあっちにも長い列ができています。初日の今日は午前10時の開店から多くの人でにぎわいました。毎年来てます。いろんなものがね、おいしいものたくさん豊富にあるから。今ちなみに買われてるもの、これ何ですか？ここのカステラ、ゆっくりといただきたいです。今日何買いましたか？もう朝から買いに行くって言ってたのでね、食べたかったね。こうした中、人気を集めていたのがこちら、大手食品メーカーのハウス食品が手掛けるカレーパンの店です。あのバーモントカレーをカレーパンに閉じ込めました。もうこの段階ですっごくいい香りするんですよ。食欲そそります。いただきます。もうこれはうまい。まずこの具材がゴロッとしてます。ですから食べ応えしっかりありますし、野菜のうまみも溶け込んでいて、とっても食べやすい、お子さんからお年寄りまで皆さんが大好きな味ですね。こちらのカレーパン、レンジで温めるだけで食べられる冷凍のものもあり、客が次々と買い求めていました。全国からですね、人気のお店を集めておりますので、会場内ゆっくりと見ていただいてですね、いろいろありますから、ぜひ楽しんでいただきたいと思ってます。このイベントは今月15日まで行われます。